陸上、ダイヤモンドリーグ、DL、ファイナル、最終日、14日、日本時間15日、ベルギー・ブリュッセル、女子やり投げ、写真、笑顔でサムズアップポーズを取る北口パリオリンピック、五輪、で日本女子トラックフィールド種目で初の金メダルを獲得した女子やり投げの北口春26イコールジャル、が、世界最高峰の DL ファイナルで日本人初の連覇を果たした。 6投目で今季自己最高の66メートル13を記録。得意の最終投てで逆転のビッグスローを放った。2投目に65メートル08で首位に立ったものの、以降は記録を伸ばせず。他の選手も65メートルに満たない投てが続いていたが、6投目にアドリアナ・ビラゴシュ、セルビアが65メートル23を投げ、北口は2位に順位を下げた。ただ、 その直後の最終投敵で世界女王は力を発揮。監修の手拍子に乗って槍を放ち、大逆転に成功した。記録を確認すると両拳を強く握りしめた。トラックの端で見守っていたデイビッド・セケラクコーチと抱擁し、トレードマークの笑顔でアハハハと歓喜の笑い声を響かせた。北口は22年世界選手権で銅メダルを獲得。 23年には同選手権で金メダルをつかみ、同年の DL ファイナルで日本勢初制覇を達成した。今季はパリ五輪で金メダルを獲得し、今大会でも優勝。1年以上にわたり、世界一に君臨し続けている。北口遥か、北口遥か、1998年、平ら10、3月16日、北海道旭川市生まれ。 高6時にはバドミントンの全国大会で団体優勝。旭川東高1年までは競泳と陸上の二刀流。15年世界ユース優勝。日大へ進学後の19年から赤楽コーチに指示。21年東京五輪12位。22年世界選手権で銅メダル。23年8月の世界選手権金メダル。同9月に日本記録。 67メートル38、更新。父の浩平さんはパティシエでヘーゼルナッツが実る、半、はしばが名前の一部。179センチ。